大好き写真。マーナーさん。えー、っと、少々お待ちくださいね。マーナーさんはい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではでは、一応この写真を出す、出しても大丈夫ですか、この写真は。大丈夫だと思います。後ろね、顔は隠していただいているので。そうですね。はい。はい、で、ただ、ちょっと写真を出す前に。 このお写真結構古くて、はい、もう10年ほど前になるんですけど、はいえっと、これ撮ってるの私で,、はい、でこの写っているメンバーは前の職場の,あの同僚の方々なんですけど、はい、確か年度末でみんなで、まあ、最後だから一回飲みに行こうかっていう感じで飲みに行って。 で,で、まあ、集合写真を撮ったっていうものなんですけど、はい、で特にその前後に何かあったりだとかそういうことはなかったと思うんですけど、うん、私もこの写真撮った2年後ぐらいに退職してしまっていて、うん、ほとんどの連絡を取っていない方々ばっかりなので。はいはい そうですね、特に何かあったっていう話は聞いてはないんですけど,どでこの写真の異変に気付いたのもほんと5年前ぐらいでパーッと昔の写真をあの見ている時に、うん、なんかこの手が変だなと思って <laughs> 確かにねちょっと。 ええー、自然ではないですよね。そうなんですよね。<laughs> うん、あの横の方が肩を掴んで顔を出してるのかなって最初思ってたんですけど、うん、はいはい。まあよく見るとちょっとそれにしては腕が細すぎるのかな、<laughs> 掴まれてる方の腕が細すぎる。のとちょっとおかしな指が見えてて、<laughs> うん。ちょっと両手なんですよね。両手かなと思ったんですけど、うん、か両手で掴むにはちょっと。 難しいそうですねまあでもこれできないのかって言われたらそうじゃないかもしれないけどそれをする意味とはっていうのとあとちょっと指太い気がすするんですよね指太い人なのかもしれないですけど<ー>なんかちょっと,手,手,手,と手の感じで言うのであればであとちょっと同系色の袖が若干見えるんで。 もしかしたら隣の人なのかなーってことも思うんですけどちょっと微妙っちゃ微妙なんですよね。そうですねなんかでもなんか両手で両手見えるからすっごい気持ち悪いけど、ね、<laughs> この片手だけだったらあれなんですけど <laughs>、はい、これが多分右手左手なんですよね全部見えるのが。ははい、はい多分左手なんでグッと で行かないといけない気がするんですよそうですねそんな体勢なのかしらこれはっていうのがなんかちょっとね妙ね妙というかなんだこれはっていうのは思いますよね <laughs> はい。これはねで掴まれてる腕もちょっと細くないですかね <laughs> あ<ー>たまたま服がちょっと黒目でわかりにくい、まあ ね、のかなと思うんですけど。多分服に関しては、あ、じゃあこれちょっと一回出しますね。はい。これ言っててもあれなので、ポンとこれこここれなんですけど、皆さんね、これよく見ていただいてわかると思うんですけど、このまあ全体写真えっ、ー、か居酒屋かなんか飲み屋さんなのかな？なんか飲んでいらっしゃるっていうところでの並んでいるこのえ方々の一番手前の左の黒い服を着た女性の。 え肩にあか腕に <laughs> なんかあるんですねこれねここちょっとクローズアップしますがこれなんかここあるんですねこれねこれちょっとドーンと広げますけどもこれなんかあるんですねこれねでこれおそらくなんですけどまあ、隣の方の手 でしか考えられないだとはいえこれ映ってるのがこれねこれ多分ガッてこう掴んで一番上の方というか大きく見える3つの指これ多分左手なんですよね。で左手だからこういかないといけないね <laughs>。こうこうこうでこうでこう,こうなってるっていうか,だからこう指見えるんですよね下に。 三本指見えての下に爪見える指あるんでこうなってると思うんですよねこう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 かこうこうなってる感じこうかこれが見えてる感じででもこ, <laughs> こういくて <laughs> 手,手めっちゃグーンなってないとこうはちょっとねなりにくいんじゃないなんか変じゃないっていうのが。 ちちょょっっっとととここの写真ちょっと変じゃないっていうところないいてうろんですであと細いって多分ねここに黒い服でちょっと隠れちゃってるけど服服がこうちょっとなんかたわんでるというか、えー、ちょっと膨らんでるというか多分そのあたりなんじゃないかなとは思うんですよねあとこの黒い服のこの袖あたりがモコモコってしててこの袖あたりがふわって膨らんで 影にななっっててんんのかなーっていう感じはするんでするでよねだから多分どっちかかなーっていう気はするんですよねちょっと細いというか細く見えるというかうん、うん、多分ねこれ誰このねこうちょっとだけ見えるんですよね袖がこれ。 ちょいとだけ見えるんですよ袖がこれねこれちょっと拡大しますけど袖見えるんですよちょっとだから長い衣服を着ているっていうのはなんとなくわかる長袖のものを着ているっていうのはなんとなくわかるんですけどでこれ見えてるのが多分親指なので左手なんですよね まあ誰か隣の人としか考えられないんですあるんだったらそうですね距離的にも、うんうん、きっとねだけどすえらい体勢で <laughs> 握ってるから隣なのかなとかもちょっと思うし。 うんちょっとね分からないですよねこれそうですね<ー>最初この黒いパーカー着てる手前の方の手なのかなと思ったんですけどははい、はいただその方は自分の口元に手を持っていってるのでちょっとモザイクで分かりにくいんですけどなのでまあこの人の手ではまあないのかなと思ってーパ,えパーカーってあこの黒い手前の方の 黒い手前あこの掴まれてる方の,、はい、あの手が映ってたのかなと思ったんですけどあのちっちゃく見える23、はあ、本の指その方<で>自分の口元に手持っていってポーズしてるのでそう,そ,う、うん、そうですねモザイクかかってるからちょっと見えにくいですけどこれもん、ね、そうなんですよね。うん なんかちょっと色味もなんかね、まあ、色味的にはちょっとそのフラッシュの当たり具合とかそういうのとかで多分暗くなってんのかなっていう気もしますけど、はい、ちょっとなんか太いなとか、まあ、女性の指太いとかって言ったらっ怒られるかもしれないから <laughs> 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 この配信見てないことを願うんですけどこれなんかちょっと違和感ありますよねそうですねちょっと色も悪い気がして。うん、うん そうですよねだからこのこ,これが右手だったら話、はい、早いんですよはい、このガッてかけてるものが右手だったらあじゃあ隣の人がこの肩持ってこうなんかのこうなんか覗いてんのかなみたいな感じになるんですけど、はい、左手だし何だったら下に指あるってことは誰かに掴まれてるっていう。 はい格好になるから隣の人がそれを果たしてできるのかこれはこの体制でっていうのがちょっとねそうですねじゃ誰よっていうね <laughs> <laughs> しかもこのテーブル見る限りこれ多分普通に彫りこたつではないでしょ多分これ彫りこたつかなじゃあ下に誰か潜んでんのかな <laughs> <laughs> 怖すすぎますねそれは <laughs> それはそれでまた別で怖いですけどね。はいう,ん、うん。これでだから特にそのそれから2年後ぐらいにお仕事を私はもう退職してしまって、はい、で連絡を取ってるメンバーもこの中にはいるんですけどはい、はい、ただこの手前の方と、うん、その横の方とは連絡はもう一切取っていなくって。はいはい ただまあなんか大きな怪我したよとか、うんまあ、そういうことは聞いてないのでおそ、うんまあ、らく無事に過ごされているのかなとは思うんですけどいやーなんだろうなーこうあーああ隣の人ですねって言い切れないこの感じ <laughs> うわーいいですねこれもまたなんかいい感じの角度で。 ほ本当に写真の妙というか一瞬を切り取ってるからこういうふうに見えてるだけなのかなとかって言いえなないんだよなちょっとパッと見全然不自然ではなくってそ,うです、ね、その時も全然気づかなかったんですけど、うん、だって多分横よく見るとなんかおかしいなと思って,そうそうだって横の人がファて手かけてんのかなって見えますもんね。ははい、はい、うん 俺もさっきも本当に見たときに、はい、横の人が手かけてんじゃないって思って拡大したら、はい、あれ、これ左手じゃんってなって、はい、えちょっと待って、下にも指あんなって <laughs> <laughs> であ隣の人のこの黒い人の指って思ったけどこの人の人指は口元にあるぞとそうなんです,そうなんです色も全然違いますし。あれちょっと <laughs> あれっていうのでちょっとできれば「来てくださいになったんですあなるほどなるほどよかったです」これでパーとかって言えるんだったらそのスカイプ <laughs> ラ,ライン上だけで全部完結できるんですけど <laughs> はい、うん、この前後も知りたいしこれはどういう状況で撮れたのかっていうのをちゃんと聞きたかったんで。はい そうかこれもなかなかいい角度で撮れてるよなあ何かいい心霊写ザ心霊写真館 <laughs> ああんだったらこれがあるから他の人たちにも探し、ま、他の人たちに何か起こってない方って探しちゃいますからねそうですねうん多分見たと思いますけど他のの何かなあああんのかなとかうんなんなら奥の はい階段かなはい、はい、なんか階段があるのかなあっこの奥に書かれてる壁のえっちょっと怖いですもんね <laughs> こ<れ>確かになんなんか怖えんこれなんだこれ <laughs> な,んだなんですかねな,なんだこれこれ,これええは、ー、これはこれがこれもちょっと怖えんだ <laughs> 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 これ何さっていうのもあるしはいうん。 だからなんかこの場所っていうのが何かあったりするのかなだからいろんな角考えちゃいますよねそうですねうーんいやーちょっと最近ちょこちょこっとこういった写真見せていただく機会ちょっと増えたんですけどはいいい <laughs> 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 いい好きこれでもまあ、まあ、お,おそらく何もなかった2年もねいらっしゃったら はい、話もね何かあったら聞き及ぶこともあったでしょうけどそうですね,ねその時は働いてる時は全く気づいてなかったのでただその私がいた感は何もなかったですね。これがねなんかこんなこのオカルト脳というか心霊系統好きでそのもしかしたらその被害者っいうかもしかしたら何かこの影響を受けた人がいるかもとかっていう頭があるのにどうしたってこれ。 気づいた瞬間からトリガー引いちゃってみたいなことを考えたら、<laughs> じゃあもう5年前だからもうか <laughs> 私関わりないのにそれ以降でももう関わってないのにえなんだろうどうしようみたいな別の不安がねそ <laughs> うなんですよね <laughs> ちょっとね生じたりもまあもしどっかのツテで元気よとかって聞ければねそうですねいいんでしょうけどねだ手前の方はも結婚もされてお子さんも生まれたっていう話は 聞いていて。なるほどね。じゃあ、じゃあ、もう、いいんでしょうかね。そうですね。元気に過ごされてるんだと思います。はあはあ、いや、なんか、この。やっぱ。ね、写真の、この色合い的にも、なんか、いい。<laughs> あと、ここ、どこ。<laughs> ここ、ここが、どこかを、ちょっと、知れるんだったら、知りたいわ。 これって言っちゃってもいいんですか、ね?だ。だめ、だめ。だめ。あ <laughs>、あの、も、もしあなったら、ら、あの、ラインかなんかで、あの、この場所が知りたい。も、もしまだ。十年前で。ね、まだここが健在であればいいんですけど。そうですね。ちょっと名前も忘れてしまって。ええ、ええ、ええ。 ただ、あの都内のどこの駅かっていうのは覚えてるんですけど、なるほどね。都内なのね。<laughs> はい、あの都内に住んでる方だったら、一度は行ったことはあるんじゃないかなっていう。あマジか結構有名な駅なので、ほうほうあじゃあのカフェとかが結構多くて。ほうじゃあその地区にあるいざいざ居酒屋じゃないですよね。でもね、これね。 居酒屋昼間は多分カフェで夜は飲めるみたいなところだったと思うんですよね。時間的に夜ででででワイン飲んでますすすよねそそうう確か2次会か何かで1次会別のとこで飲んで2次会で来たところだったと思うんですけど、うんうん、なんか入り口あたりとこの手前にあるこの木の板のこの一枚板みたいな感じの掘りごたつっらしきこの座敷ってなんか。 なんか、す、すごいバラン、ば、ばら、あん、あん、いい意味でアンバランスというか。<laughs> いい意味?。あの壁紙みたいな、壁の絵も相まって。そうですね。うん、なんか、すごい特徴あるから。聞き込みすりゃ、わかんじゃねえかなっていう。もしかしたら、行ったことある方が。うん いらっしゃるかもしれないです。そうですね。まあ、もし今ちょっとあるのかどうかは調べてみないとわからないんですけどそ。そうですよね。なんで。駅とかね、分かって、まあ、で、こ,この辺りに行った覚えがとか。だから情報あれば。あの、教えていただけるとありがたいです。<laughs> はい。あのー、なんか、ここ。ありそう。 <laughs> <laughs> このお店自体にとか思っちゃうはいうん,なんかいろんな妄想が膨らむなんかちょっと<ー>あの出てくる食べ物も変わったものというか、うん、カフェではあんまり置いてないようなものを,ほ<う>を置いていたりするお店ではいなななんですか酒とばとかですかあ、えっと、おそば <laughs> おそばが食べられる、まあ、居酒屋さんっていうんですかね。でもこうワインとかも置いてあるので日本酒置いてたりとかですかじゃあ日本酒は置いてたのかなワインとそばってなかなか <laughs> 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 あでもの、まあ、そういうところもありますからねはい,、うんいや。ちょっと いやこれはもしかしたら都内だったらもしかしたらいいところが出てくるかもしれない。いやあれは、ね、ちょっとあのもしなんかね情報分かればいいでしょうけどねこれに関してのね。はい,いや。ありがとうございます。今ちょっと、U、あー UFO の話聞いてて UFO?UFO? <laughs> <laughs> そっちの話しはしようかなと思ったんですけど、うん、まあちょっと置いといて、ちょっとまあ、UFO で <laughs> <あ>はないんですけど、置いとけや、ね、じゃあ、いちいち言わんでいいから置いとけや、<laughs> じゃあ,、まあ。置いといて、UFO <laughs>、まあの、あのー、ちょっと空の風景を思い出して、ちょっと思い出した話なんですけども、うん、<laughs> えーと、僕の地元が埼玉なんですけども。ははい、はい。 はい、で、地元で、あれ、なんだ、なん、いくつの時だったかな、二十前半だったかな、の時に。うん、まあ、中学の一個上の先輩と、あ、出会って。うん、で、あの、まあ、地元の同級生の友達と、その、一個上の、その、先輩と。うん、まあ、その、もう、一人の、友達の人がいて。うん、で、まあ、居酒屋で、久々に会ったから、じゃ、ちょっと飲もうよ、って、四人で飲んだんですよ。うん で、その時に、あのー、まあ、話盛り上がって、まあ、唐突に僕が、ちょっと怖い話好きなんで、ちょっとなんか怖い話とかないですかねって話だったら、うん、まあ、周りがなんか、ああ、こういうのあるよ、こういうのあるよって話になって、うん、で、まあ、居酒屋を終わって、その外に出て、まあ、夜空を見上げながら、うん、また、あのー、その先輩が、ああ、そういえばこういう話あったわって思い出した話だって教えてくれたんですけども、うん。うん。それが、 あれいつだったかちょっとすみません全体的にちょっとおぼろげなあの結構前の話なんで、うん、ちょっと記憶は曖昧になってしまって申し訳ないんですけど <laughs> 細かいところがいいですよもう<で>さらに飲んでるっていう状況だから <laughs> 記憶もおぼろげでお酒も入ってるっていうことはもう基本的には、はい、ええいろいろふわっとしてるっていうことで僕は聞きます。<laughs> はい,お願いします あでも物語はもうこれはもうシラフの時にもこれあの思い出してる感じなんでいやだから今今は今出力してる人間が酔うとるんやん <laughs> <laughs> すいません、ね、い,いいんですよいいんですよ楽しくなったはい、いいんですよ、はい、でですねあのまあその夜空を見上げながらあのー、その彼一個の先輩がいくつの時は忘れたんですけども、まあ、高校卒業したあたりだと思うんですけども、うん、あのー 友達と2人で、えー、と自転車をこいたか歩いたかで夜道歩いたんですよ。で、うん、まあ、くっちゃべってて。うん、そしたら、なんか、動いてるものが見えたらしいんですよ、空に。うん、えなんだって思ったら、なんか白いものが、こう空に、なんかパンパンパパなんか、跡がついてるような感じで渡ってくらしいんですね。うん、で、え、何あれ 何あれって言ったらその1個の先輩だけじゃなくてその友達も見えたらしいんですよ。うん、えっ何何何何って言ってでも何かがこう向こうにどん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 わたあの行くでそれが何かっていうと白いなんかこう丸みたいなものが2個ついて、うん、またその先も2個ついてっていう風うな,なんですかねちょっとランダムにこう2つの線上に。うん 横並びのその線上に、この白いものがポン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 って、対角線上に、ちょっと斜め、すきな感じの対角線上にこうついていくと。うん、え、なんだあれって言って、不思議な体験をしたんですよ。うんうん、で、僕はちょっと細かいテールを知りたかったんで、うん、いやそれはどのくらいの距離だったんですかって言ったら、うん、まあそんなに遠くない距離だったらしいんですね。うん、まあ言っても数十メートルとか。 そんな上の空ではない。で、さらにそれはどういう感じのものだったんですかって聞いたら、なんか白い、えー、雲みたいな感じのものがポン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 ってついていくと。<ん>で、なんだそれ。まあでもそれは結局謎でそのまま行っちゃって分かんなかったんですね。<ん>で、その日に帰ったんだが、なんかそのまあ、近い未来。うん った時に、まあ、家に帰った時に彼が、うん、母親が、あのー、彼のお母さんが、まあ、テレビ見たらしいんですね。うん、ってた時に「こんな不思議なのをやってるよ」って言って「うんあのー、天をかける,かける馬」「ユニコーン」みたいな感じのテレビでやったらしくて、うん、なんかそういうような目的があるって言ったのを聞いた時に、うん、彼があれ そういえばあれって馬の足跡だっていうのを気づくんですよ。うん、要はその走ってる時の足跡みたいな足跡みたいなつが足跡だったんですね、それが。ほ<う>でか、彼は思い返してよあ馬だったなっていうのを分かるんですよ。うん、まあ記憶の、ね、階段とかあるかもしれないですけどもでも彼はその時に感じたのがあ,あれ馬だっていうのが分かったんですよ。 足の歪の跡だっていうの分かって、うんうん、なんかその,のテレビの影響とかなんかじゃなその母親の聞いた話とかではなくてそれでなんかカチッとはまっちゃったらしいんですね彼の中で、うんうん、だから彼が見たそれはあの足跡なんか足跡以外にもなんかふわっとしたもん見えたって言ってたんですよ何か分かんないんだけども、うん、とにかくはっきり見たのはその白いこうパパパパパってついてるものだったあああれ足跡だったんだって っていうのを聞いて、ああ、なんなんだったんだ、ああ、やっぱそれだったんだっていうふうな話なんですね。<う>で、僕はその母親が、お母さんが見た、その空を駆ける馬がどうのこうのってキーがあったっていうふうなことを見たよっていうのが、うんまあ、ディテールもその年代もちょっと、2000年まあ初めの頃だと思うんですね、うん、話としては。うんうん 2002年以降だと思うんですよ。2003、うんうん、2001年、2002年以降ぐらいだと思って、うん。で、それが、そういうのテレビってあったのかなとか、そのころ、僕もそんなテレビ見てなかったと思うんで、うんうん、なんかあ、見たことあるなっていう人とか、そういう話は聞いたことあるなっていう人がいたら、ちょっとね、なんか、そら欲しいなみたいな、うん、感じの話です。 馬でそそれ空でお,お空にそれが浮かんでるのが見えたわけでしょ、うん、そうですね<し>もうそれはもうはっきり見えたしそのひめがはっきり見えてなんかほわっとしたものも、うん、なんか後々見えたのかなみたいなそれはね<ー>あれだとしてもそひづめというかその白いものがパン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 ってついて。 そのままどっかに行っちゃったっていうのははっきり見えたって、ね、それどれぐらいあのさっきちょっと言ってたかどうか分かんないですけどどれぐらいの上でで見えたんですか、うん、お空なんか本当に、あのー、UFO とかのすごい距離じゃないですかじゃなくても本当に数十メートル先とか100メートル200メートル先<や>なんかそんなようなこと言ってましたねそんな遠い距離ではなかったですねあの、UFO、めっちゃに、うん、あの近かろうが遠かろろううがが遠 あの、ユーフはいっぱい目撃情報ありますよ。はい、は,いはい。はい。そういうのは、そうですね。<laughs> そうっすね。僕の知り合いも結構近場で見てるんで。あのー、まあ、超遠いとか、そんな、なん、なんだろうね。千メートル先とか、二千メートル先とか、そういうわけじゃない。千メートル、二千メートル先は見えないでしょ。<laughs> 点でしょ。結構見えません。いや、点でしょ。そうです。そうで あ、じゃあ多分数百メートルとかそういうのは先じゃない,ってい, <laughs> い。いや違う。どんぐらいなんて言ってんの。<laughs> 目のもう目の前とかじゃねえ、ちょっと遠いぐらいの上空なのかな。あ、ちょっと遠いぐらいな。いや何階何階建てのビルの高さぐらいかなとか。 まあ酔っ払ってる人間にこまえかかと聞いたってしょうがないんでしょうけど <laughs>、ええまあ、その時の,あの話は僕もちょっとディー d ル聞いた時にその距離感がやっぱり知りたかったんで聞いたんでそんな遠くではないっていうもう本当に近場、うん、数十メートル先とか百にまあ言っても100200メートル先とかそんな感じの空のところにパパパパッて見えたっていうのは聞きました <laughs> 数十メートルと100200はだいぶ違うんだけど、まあ、だいぶ違いますねだいぶ違いますね <laughs> まあ100メートル前後でいいかな たぶんそんなもんだと思いますけど、本当にすぐそこの目の前ではないけども、すぐそこにあったって言ってましたね。一応、その何かものが現れたわけですよね。そうですね、なんか雲みたいなもので、<ー>なんか最初、不審うんってたぶんはっきり見えたわけではないんですけども、うん、確実にその白い雲みたいなものがポン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 とついたっていうのは見えてた。 これね、ただ大きいくくりで言えば UFO なんですよねこれも。はあどうなんですか、ね、これなんか僕もか、ね、れか大きい括りで言うと一応 UFO なんですよ。うん、ああなるほどなるほどそうなりますもんね。フライングオブジェクトなんで。うん <laughs> うん、ようわからん飛んでる何かは、ね、空中にあるようわからん何か UFO だから。うん まあこれで UFO と言っても別に過言ではないしだけど上で起こってるっていうことはじゃあこれはうーん何か大気中の何かがそうなってこうなってみたいなでもそんなものは急に現れてポポポンってなんか本当に馬が歩いてこう走ってるのはひめに見えたみたいなようなことでしょそういういことですね、はい、説明的にはそういうようなものなんじゃないかっていうようなことじゃないですかはい、はいで。で,で,、うん、で出てくるペガサス。 タイミングもそれがあって気持ち悪いなと思ったんですよ。ペガサス型それだからこれをカ野さんこれがなんか幽霊的なものなのかあの自然現象的なものなのか、はい、なんかそういうふうな,なんうんだろう物理的なものなのか、はい、なんか聞いたことが全くないような話だったんで、うん、なんか例えばすごいもうなんか馬が。 はっきり見えてパパパパッと走ったとかってなってくるとな,なんか「え何これ」とか、まあ「彼が薬やってるのか?」とかっていうふうな、ね、ことを疑ったりとかまあ、やってはいいんですけど、うん、酔っ払いすぎたのかとか幻,あ幻影なのかとかなんかいろいろ考えちゃいますけども結構なんかほわっとしたものが見えて雲みたいなものがパパパッとついたらそれは多分雲の可能性もあるわけじゃないですかそういうような形の。いやだからその どういういな大きさで馬の蹄めということはそんなに大きくはないわけじゃないですか。うん、だけど1 0 0ルでも数十メートルから100ぐらいだとして、うん、その距離にあるものを蹄めだというように認識したっていうのは大きくなりまじゃあ結構大きいもんなのってなるしその小さいのが大きいのかみたいなようなものが。 まあ、うん、そうねどどういうものなのかはっきりわかんないどういうふうに現れてどういうふうに消えてったかとかっていうのが、うん、その表現が合ってんのかどうなのかっていうところがまたねちょっとうんその色どんなんだったのとかあそれがあのねあのあれなんですよあの歪みも消えてったってしました。 だから本当にクールみたいな感じでポンポンポンってなんかはっきりパンパンパンじゃなくてたなんかその座って見るような感じ消えて,パッ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 ていくみたいな感じでパパパパパっていってみんなたでもそんなに急に急に現れて消えていくっていうようなものは、はい、うん,うんあんまり考えられまあ考えられないっていうか考えられないことが結構自然現象とかで起こったりするから知識がないだけなのかもしれないですけどうーん。 そうそうそうだからそこに何かがその気象現象的にとか下から地表から何か出てなんかポンポンポンってそのなんてつうんですかえっと雲の粒子になったのかとか考えられるんですけどうんどうなんでしょうねでもちょっと奇妙じゃあかなりね奇妙な出来事だしそれを UFO だって捉える人間も 多分いいいななくもないと思います目の当たたりににしだったらその現れて消えたっていうものがその近かったからそういう風に見えてその歪めっていうようなものが頭情報にポンって入ってきたからそういう風な何かが歩いているように見えたかもしれないけどこれだけだったら空中に突如現れた物体っていうもので考えるとそういう UFO うんぬんかんぬんこれ発光体とかもありますけど。 うこの空中に突如現れた物体っていうのは、もう結構いろいろと UFO 話とかでは出てくる話じゃないですかそうそう、で、<あ>これもあのちょっと UFO の可能性があったあ、僕もそれはちょっと思ったんで、ちゃんとその,の,その形がどういうふうに現れたかっていうのを聞いたら、それとつあのその母親が見た、その手が差す馬が空をかけるっていうのを。 に影響されたんじゃないいかっていうところもあってえもう一回聞くけどどういうふうにそうやってついたのって言ったらそれも馬が走ったようなあと、さっきちょっと僕の説明はすごい下手で申し訳なかったんですけど歩いて歩く人が走るようなこのと、あ<れ><後> <laughs> うんもうもう。もう もうねラオステージの話でもいいんだけど多分ラオステージの話って言ったら俺はもうああいうのねっていう「で <laughs> んゴー」ってこう雷になってねステージチェンジしちゃいますけどあの <laughs> <laughs>、ね、国,国王号がね歩いてきたあのひめの感じが空中に出てくるい。<laughs> なんとなくなああそういうことかな歩いてあこうすげえでけえひめだなって分かりますけど。 だから本当にお馬さんとかが歩いた足跡がパカラパカラみたいな感じで本当に空中はし、うん、走ってるような感じでその足跡がそ,こそれでパンパンパンって現れたっていうようなものがそれがうん、まあ、見えたっていうのは、まあ、多分馬かどうかわかんないけどそういう何かが断続的にパン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 ってこう現れたっていうのは。はい、そうういうこと <laughs> そうだ彼,彼はボディが見えてないから何かはもう全く分からなかったわけでまあそうねだからボディボディはちょっと置いときましょうなんで、はい、その起こった出来事だけで考えたら UFO っていうようなくくりの中に出てくる突如現れては消えていくみたいな現象ってやっぱちょっとあったりするからうん、うん、そっち系統なのかもしれない、はい、だからその後に馬うんぬんでペガサスが出てきちゃったら うん、またそれまたちょっとなんかねどどなんだろうそれってなっるからそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうなんです、ね、そうんそう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 あそう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 まああのー、ねっょっとしたら本当に UFO 系絡みしかも埼玉なんでしょこれ埼玉ですねはい埼玉 もうねまあ、どこか分かんないですけど埼玉のどこかは分かんないですけど山あです、ねはい、山井のほうとかでやっぱ北関東の方とかはちょこちょこ UFO 話あったりするから秩父だったら暑いですよ、ねうん、これが。ね秩父じゃないですねじゃあちょっと分かんないかなでももう中間らへんのとこですね中間らへん あっちの方ととかかか全然分かんない彼ら見たのがあのどっか分かんないですけど、まあ、地元はそこで働いてるとこもそこら辺の周辺だったんで確実にそこら辺であるっていうのは分かってるんですけど。何でしょうね、まあ、そのその本当に雲というか何かの現象とそれが片づけはいいでしょうけどねちょっと僕は全くそういったのは分からないし。うんうん あこういう現象ありますよとかっていう人がね、うん、いたらねちょっときそれをも見てみたいのは見てみたいですけどねそうですねその後<ー>お母さんがそれを見たっていうのがどんなテレビだったのかっていうそういうの噂うがその頃流れたっていう本当の情報もちょっと分かってないんでうん、まあ、あの辺り結構オカルト番組あったから、うん、そういうので見たのかもしれないですけどねそうですねそしたらねそしたら面白いなと思ったっていう,そう,、ね、そうですね確かにね昔の情報引っ張、はい、引っ張り出したらあ 結構こういうのも捨てたもんじゃないって情報があるかもしれないですからね。そしたらすごい面白いんですけどね。正直もう昔の映像なんて映像化してないからもうわからないんねテレビでやってた番組とかもうリバイバルなんてしないし YouTube 消されちゃってますしね DVD ないからそううもったいないなと思うんですけどね。どっかね広いはめちゃくちゃいいんですけどねまあね。 あーうん、とは思ったんですけど、まあ、ちょっと聞いてなかったんで今回話させていただきましたいやありがとうございますいや,いやこちらこそ近所に <laughs> ショットバーがあって、はい、そこに、まあ、20年ぐらい前なんですけど、うん、もうそこ今潰れちゃったんですけどね、はいえー、そこにあっし通ったんですよ、うん、でまあ <laughs> 仕事終わりによって結構、まあ、狭い店で,、うん、でも家から2分ぐらい なんですごいつい寄っちゃうんですよ。はい、そ,れでそしたらまあバーテンが1人いて <coughs> 男の人がいて、うん、まあ10人ぐらいしか入れない店で、うん、それで、えー、まあその時行った時は多分4人ぐらいいたのかな。かほとんど空いてる感じで、うん、半分も待ってない感じ。はい、それで <coughs>、まあ、普,通に普段通り飲んでて

分かりました分かりましたはい、はい、まあそれでまあそのバーカウンターしかないんですよ、うん、で一番右端に女性が座っててでその一個飛ばしで私がいて、うん、で一番左にアニメ会社の制作会社の社長さんがいてほうん、まあちっちゃい会社ですけどねちっちゃい会社の社長さんがいてでその人の右側にもう一人男性がいたのかな まあとにかく4人なんですよね。うん、で、バーテンさんがカウンターの中にいると。別、うん、にお店の中に5人人がいましたと。うん、それで、バーって普通に世間話してて、そしたらなんかその、えっとね、一番左、そのアニメ会社の社長さんが霊感がある人なんですよ、うん、そもそも。ふ、はい、普段からそういう人だってみんな認識してて。うん なんかちょっと怖い話すると、すごい,い、こんな話もあるよってどんどんこう、乗せてくる感じ。うん、えすごい、うまって、いろいろ、その話は忘れちゃったんですけど、いろいろエピソードがあって、うんで、一番右の人が、女の人が、青森出身だったんですよ。うんはい、そしたら、お母さんがいた子だったんですね。はいた子の娘ってことですよね。うん っていうあの要するにバーの端っこにその霊感強い人といた子さんのいた子の娘さんか、うん、がいるっていう深夜1時とかです。うん、そしてで怖い話になっちゃったんですねなんとなく、うん、な夏だったかな夏まで涼、うん、しい話しようぜみたいなそしたらど,どちらかと同じで怖い話ばーってしてその内容忘れちゃったんですけど、うん、そしたらですね 僕はその、その、いたこの娘の言葉師の隣にいたんだけど、ピンピンって、あの、ワイシャツを引っ張られたんですよ。うん。あって思って、あそのいたこの娘が手伸ばして、ピンピンって引っ張ってんだなと思って、やるよねって思って、はいはいって思ったんだけど、うん、よくよく考えたら、彼女、タバコ吸ってるんですよ。うん。 手届かねえだろ。手届かないてい,いうか、左手吸ってるから、やりようがないじゃないですか。ううん、僕は左側にいるからね。うん、手を伸ばして、ピンピンってできないで。後ろは席いませんしね、な,ないし。うん、えって思っていや、完全に引っ張られたし、本当にツンツンってやるとんですよ。うん、その怖い話の内容忘れちゃったのが痛いとこなんですけど、なんかすごく怖っか、怖っ,ってなった時に、 ピンピンって言われて、うんうん、でもそれ怖すぎて黙っちゃったんですよ。うん、言えなくて。そで。うんで、ちょっと時間経ってから、あの、左、一番左の社長さんに、あの、こういう話してる時ってやっぱり寄ってくるもんですかねって聞いたんですよね。うん、そしたら、ああ、ありますよ、そんなのよくよく。ああ、当たり前ですよ。もう普通みたいな。こんなことしょっちゅうあるよっていう言い方して。 うん。あ、そういうもんなんですね。いや、実は、五分前ぐらい。おや。警察を引っ張られたんですよ。とうん。そしたら、バーティンが、やめてよ、青木さん。って俺、これからみんながやったら、一人になっちゃうんだからさ。あ、ごめん、ごめん。でも、本当に、本当に引っ張られたんだよ。かなり強く。そしたら、一番右にいる。うん、いた子の娘が。うん。 知ってたっぽいんですよ、それを。あっ,っ、あうん、俺が引っ張られてるって言ってないのに、うん、あ、気づいたんだって言うんですよ。うん、えどういうことって言ったら、いや、さっきいたでしょ。女の子いたじゃん。いたんだよ。うん、で、その一番左の社長さんに、こう、カウンター越しにねえって言ったら、うん、やっぱ分かった 端っこで端っこでなんか、あうんの呼吸みたいだならって。言ったよねみたいな。うん、いや、青くんよく気づいたね。いやいやいやそうだったんだ。だったら言ってくださいよって言ったんだけど。うん、それで、すげえ怖くなって、でなんとなく右の、その、板子の店に、なんとなく相談したんですよ。実は自分の、私の今そのいる部屋、その当時住んでる部屋、でもう、 ちょっと変なことが、何て言うかまあ、悪夢を見るくらいですね。うん、嫌な夢をすごい連続で見るんですよ。うん、それで、いや、実はね、最近ちょっと、こごんと2ヶ月、1、2ヶ月、全然眠れなくて、嫌な夢をすごい見るんだよね、つって。うん、そしたら、そのいた子が、いた子の娘が、 え、どういう部屋間取りとか、なんかいろいろ聞いてきて。うん。で、なんか、広告の裏にこうやってペンで、部屋がこう、玄感がこうなって、ここにあって、他があって、ここに俺の部屋があって、つって。で、ベッドはつって。ベッドはここにあって。うん、うん。で、どっちが頭はつって。う頭こっち側つって。あ、じゃあ、ちょっと今すぐ行こうって。その、いた子の娘が。 今すぐ行こうだって、青木さん、すぐ近くなんでしょ、ここから2分なんでしょ、ょうんっっ、今すぐ行こうっ,つって、え、なんで、ちょっと見たいっ,っ、うん、じゃあ、荷物、ここに置くからっ,って、バーテンさんに行って、うん、また戻ってくるからっていうね、この約束で、で、行ったんですよ、2人で、自分家に。自分家に行ったんですよね。うん エレベーターがあって上がって9階なんですけど、うん、でガチャーンってエレベーター開いたもうその瞬間うわーっていやそうなかもしれないですよ、うん、そのいた子がいた子の娘が、うん、えなんでって言ったらあいいからいいから早くちょっともう早く出たいから早く見せてっ,って、うん、すごい事務的なんですよ、うん、普段はすごいにこやかな人なんだけどなんかすごい事務的になっちゃってでガチャッ鍵開けてガチャッてやって あ廊下歩いて、ここなんだけど、そしたら、パって部屋見て、そこ6畳ぐらいしかないんだけど、うんしたら、もうね、2秒ぐらいですかね、パって見て、うん、はい、もう出よう、って,言って。えうんょ、うん、っとすぐ出て、また店に戻ったんですよ。うん、で、その間、エレベーター降りるときとか、も無音なんですね。うん え、ちょっと何、何、何ですかっちょっと店行ったら言うから、で、店戻って、さっきの席に戻りますよね。うん。で、そうって、何何ちょっと怖いんだけど、なんで黙ってんのちょっさっきまですげえ話したのに、そしたら、あの、まず、枕の位置を変えて、って、まあの、ベッドの中の枕の位置を変えてって言われた。逆にしてって言われた。ほう。え、なんで、ね、いや、 あの今直木さんが枕を置いてる真上に真っ黒な女の人がいるよっ、ねま、真っ黒な女の人って何そ <laughs>、うん、したらいや黒焦げの女性がいるから。うん、でここはあ,のあなたのうちのマンションいるマンションが冷凍なんだと。通る どこだなんかよく言うじゃないですか、冷凍って。よ、うん、りによって、うちがそうだっうんですよ。うん、そんな話聞いたことないけどな、そうなんだ,だじゃあもうここ引っ越した方がいいって言うのっったら、いや、それは大変でしょうから、せめて頭の位置を変えて、逆にしてと。うん、今、あなたの頭の真上にいるから、うん、絶対いい影響を及ぼさない。だって最近、なんか嫌なことあったでしょ。うん 確かにちょっとすごい結婚しようと思ってた彼女と別れた別れたんですよね。うん、うん、確かにあったねっまあ嫌なことなんて人生いろいろいつでも起きるからたまたまっていうこともあるけど結構い今最近あったでしょって言われた時に本当にそういうったんですよ本当に。結婚しようと思った彼女と別れて結婚ダメになっちゃったんですよ。うん あ、っつって、すぐ変えましたけどね。で、ちょっと、まあ、こ,れここから先、かナさん嫌がるかもしれないけど、ちょっと若干、ちょっと空襲とかあったんですよ、うちの近く、戦争中。ね、まあ、うんうん。ちょっと嫌がるじゃないですか。嫌がるっていうか、嫌がるって言われることを今言ってるんでしょあ、ですよね。まちょっとそういうバックがあったっていう。 近所でそういうい別にそれは嫌がらないですけど別に空襲があったって言って嫌がらないですけど、まあ、LG ワードっぽいかなと思ったただ実際それ繋がってしまった酒を継ぐなあ、バレました <laughs> いや、度胸をつけないといいできないんですよこれ <laughs> え、で、で、で何 <laughs> あ、いや、でないんですよなんで終わりなんですけどねなんだそれいや、<laughs> <laughs> すみませんえで結局どういうことなんですか<や>それはだからその黒焦げっていうのは結局そういう絡みでっていうことなんですかそ,で、うん、そうですねもうちょい内から5 0 0ルぐらい北側にそういう場所工場があってそこが結構な被害に遭ったんですよ。うん,うんそこから日側にこう流れるという木が流れるっていうかねそう どうだって言ってて言ちょうど流れるところにいるから、まあ、そこに黒焦げの女性がいるからその人の真下にいないほうがいいよまあでもいや真下にいないほうがいいって言われてもねえうんだ、うん、枕の位置変えようが何しようが <laughs> そこにいるんだったら <laughs> あんまりねえ根本的な解決にはなってないだろうしっていうかもうそこにずっといるわけでしょ 今までずっとそこにいたわけでしょそうですよ、うん、それでこのピンピンって引っ張られたところからそこまでの話ってなかなかにねちょっとね無理無理やり無理やりすぎたと思うんだけど、うん、あとそのこっちがバーテンさんとその話をしてる時に「あ気づいたの?」みたいなえ「何がですかいやさっき女の子いたよ」ってこの流れが非常にうさんくさい。ですね。<laughs> ですね、いや見えたなら見えた時に言えよいいえって話だしね。本当にまあ、だからまあでもそれは別にねそ,のそれを否定するわけではないけどなんだろうなうん、うん、ああはいっていうの,、ね、う <laughs> のが、ね、だから、まあ、逆にどっちかっていうとそっ聞いててそのなんか別にそのじゃあサクさんの方に。 本当にその、ん青木さんのほうに、<laughs> もうめんどくせえ <laughs>、はい、<laughs> じゃあ、ちょっと最近不幸なことがありましたねっていう、なんかみ、あのー、ちょっと人生感変わるぐらいの、みたいな、ちょっと大きい出来事がありましたねって言われたときに、うんあ、じゃあ、結婚しようと思ってた女性がいたな、別れたな、みたいなようなことが、まあ、ドンピシャであったかもしれないけど、まあ、細かいことを何も言われてないわけじゃないですか。 だ、ね、からまあなんか大いにその何だろうなす,すごいなんか細かいところで本当になんか詰めていくっていうよりも大雑把なところで指摘したら伊坂さんがそこであのあ、まあ、青木さんがそこで <laughs> なんか妙に反応しちゃって「あこれ本当かも」っていうふうにちょっと反応しちゃったっていう部分もゼロじゃないのかなっていうところでだいぶ聞いてて。 汗えなっていううのはかもう僕もちょっと無理くりその人がね,ねその霊感があると「うんのん」言ってる人が若干結構いろんな話聞いてるけどだいいぶ浅そうです、ね、だからちょっとその時話してる怖いエピソードもあればちょっと深み出るかもしれないですけど、まあで,はまあ、でもまあその時にそういうのがあったからっていうのが、まあ、ちょっとそのえ っって思ったけど、まあ、現実味を帯びるわけではないけどその流れだったしバーテンさんもめっちゃ怖がってるしっていうのとかで<う>なんだってちょっと流れに巻き込まれた感はあるんじゃないかなっていう気はしますけどね <laughs> なんとなくね。はい <laughs> だから普段そのアニメ会社の社長さんがその前からずっとそういう話をしてて信憑性があったんですねそして今度右端の人がいたこの娘ってことも事実なんですよ、うんですまあ多分ねおそらくずっと言ってるから、まあうん、超嘘つきじゃない限りは事実なんですよいやいたこの娘が事実かどうかいたこに合わないと事実かどうか分かんないですからねですね <laughs> <laughs>、うん、自称をそ,それは今自称ですかどこまで言ってもそれはね そう,ですね、うん「私いたこです」って言って <laughs> そのいたこ来ないかりは。いやいやいや浅いのはその人が浅いってことよ。その話が浅いんじゃなくてそれでいや今あ気づいちゃったみたいなこの感じとか <laughs> なんか大変なことあったでしょうみたいなその指摘の感じが浅いなっていう。 あとイタコの娘っていうのも汗えなっていう <laughs> だからだいぶだいぶなんかその辺りだけどその場を作ってる空気っていうのが相まってっていうのは結構いろんなところにもあるし実際そういうのでね巻き込まれてえらい目にあったみたいな人もいるでしょうから。 一概にはな、そこで、ね、特に <laughs> とそれ以降特に何もなかっただろうし <laughs>、ね、目に見えて何か変なことがあったってわけではないだろうから <laughs> 何もないです、うん、なんでその辺りは、ね、あのたいなんか最近大変なことあったでしょって言ったら「俺、結婚しようと思ってた女の子と別れたんですよ」とかって言ったら「あほらね」って「多分そのせいで、ね」<laughs> みたいなようなことにとな,なりかねないからね。<laughs> 確かに <laughs> ただからのツンツンがやっぱそのそ,そのツンツンはなんだろうっていうのもそれはもちろんありますけど<ー>まあそれをなんか利用されたのかどうか分かんないですけどどっちかというとなんか半々かなその隣にいたこの娘という <laughs> 自称やべえのに巻き込まれたのか実際このツンツンは本当に一体全体なんだったのかっていうところがねちょっと怖いところではありますけど。 はいやでもちょっとね、そういう場所で、そういう,こうちょっとしたことでも何か起こったりっていうことも、今まで僕もないから、あんまり、そういうところではちょっと恐怖のこう底上げされてしまうので、うん、ちょっとなかなかにね、ちょっといい空気の中にはいたんでしょうけどね。で,ね<分>で、それでもってだからその、バーテンさんがそんなに怯えるのはなぜかというと、バーテンさん自体も結局その、うん、2>, 2時まで営業してるのかな、そのバーが。 駅から離れた住宅街にあるバーなんで、うん、結構遅い時間になると盛り上がるときはいるけどいないときはいないんですよ、まあ、客がそうでしょうねそうすると結構一人になることが多くてうそうするとバーテンさん1人になることが多くてそうするとバーテンさん自身もちょこちょこあるらしいんですようん、うん、だからそのバーっていうのはそのちょうど冷凍の冷凍に位置してるんですよ、うん、要するにうちから2分なので、うん、同じなんだろうな 同じブロックというかにあるもんだからえそういうことなのてバーテンさんは逆に納得しちゃって僕の家を部屋を見てこうだったって黒焦げの話をしてあそういうことってバーテンさんは逆に納得しちゃってその店潰れちゃいましたねそれから原価とか別としてそれはまあしょうがないしょうがないそれはあり得る それはしょうがないですけど、ね、<laughs> バーテンさんいやバーテーさん自分が見てるらしいんですよ、なんかいろいろ。それは具体的なお話を忘れましたけど、それがあって、さらにこう真実に増しちゃったみたいな感じ。いいやありがとうございます友達から聞いた話って言ったらあれなんですけど、5年ぐらい前に、えー、実家の本に帰ってきたときに、まあ、ちょっと飲みの話になって <laughs> で、友達からちょっとその時に聞いた話なんですけれども。ほうほうほう えー、その友達っていうのが都内で、えー、ゴミ収集の仕事をしてると、はい、いうことで、えーうん、ゴミ収集をしてるっていうことであの相方さんっていうのがいて、うんあのー、運転しながらっていう相方さんが一人いて、うん、その相方さんっていうのがすごい性格が悪いと。うん、例えばあのちょっと遅れてきたら 遅れて、そのゴミの袋を持ってきた人に対して、いや、もうちょっと早く持ってきてくれないですかね、こっちも忙しいんですよね、みたいな、ちょっと高等いうタイプの、よろしくないタイプで、その中にあの缶なんて、分別しない、のの持ってくる人も悪いんですけども、缶とか、燃えるゴミの時に、ちょっと硬いものが入ってたりしたら、これ、燃えるゴミじゃなくて、 あれだよってあの燃えないゴミの広にいいやつだよって開けてそのまんま持って帰んなって言ったりするのがタイプの人間だったらしいんです。うんうん、で、まあ、ある時なんですけれども、うん、まあその相方と一緒に、えー、回ってますと。うん、でゴミのその袋を持って、えーまあ、あゴミを拭くごめんなさい、えー、とゴミの,その収集場所からガンガン入れていくじゃないですかブーって入れてってボタンを押してこうグーッと。 なんていすか圧縮する、うん、っていう作業をちょっと続けててその一つのところの収集場所で続けてて、うん、でその相方さんがボタンを押す役で、えー、相方さんがボタンを押してブーってなった瞬間に、うんえー、ちょっと大きめの、えー、紙袋を持った女の人がバーッと走ってきて「すいませんこれもお願いします」って言ってバーンってそのまま突っ込んだみたいなんですねそのゴミ収集も。ほうおおでええ 何してるんですかって言ってその、えー、相方さんじゃなくてその友達が、うんいや「これはまずいと」とその性格の悪い人がブチ切れるぞとうん、うん、その人にうん、うん、だから俺が代わりにその相方の代わりに言った方が穏便に済ませるんじゃないかと、うん、いうことで代わりに「何してるんですか?」ってその女の人の方を見ると、うん、もう女の人が本当に殴られたようにボコボコ。ほう でえー、もうなんか手から若干血を流しているような感じのえ,え大丈夫ですかって聞いて「いや大丈夫ですいやいやありがとうございます助かりましたありがとうございます」って言って「何が<は>?あの」の「ゴミのミのつけてないけどうん? <laughs>」「いや助かりましたすいませんありがとうございました」って言って「いやありがとうございます」じゃないよってそのでーブーってそのゴ、うん、みの何て言いますかね ボタンを押したタイミングでブンってぶん投げられたもんだから、バキバキバキっていうその袋を潰す音がして、バキバキバキ、あこれはまずいと、うん、あの相方がぶち切れると、うん、いや、これはまずいって相方の方を見ると、うん、いやい、大丈夫、いかしやれってあの、もう分かったから、いかしやれって、いうちょっと小声で言ってたと。 ままああ車に乗り込みますあの全部グーって収拾があって車に戻りましたよっていうふうになって「えっな,なしたなんで起こないの?」っていつも言ったら「あそこですごくきれいブチギレるぐらいのことやるでしょ」って言ったら「うん、お前見てなかったの?」と「うん、いやーあのー、今なんだろう持ってきた女の人ってすごいもう顔ボロボロだしなんかどっかで」って言った瞬間に「いや違うお前投げたもん見てないの?」と。うん そう投げたたもん何ってあ、まあ、見てないったらいいらわんでも気になるから話を聞くと、うん、紙袋本当にさっき言ったとおりあの肘から手先ぐらいの大きさの結構大きい紙袋を、うんえー、そこの、えー、ゴミ収集車にバーンってぶん投げて、うん、でありがとうございましたっていう時にその人もちょっとボタンを押してブーってバキバキって言った時に。 中身、紙袋なんで中身がちょっと見えたと。う,ん、うんと、なんて言います人形、瀬戸物の男の人形っていう感じの言い方ですね。なんか、男の人っぽい人形が、下半身の方からバキバキバキって言って、うん、で、その女の人を見て、その人もちょっと怒鳴ろうと思ってたら、あの、その相友達がすごい、 僕の,その言ったと友達がすごい切れてるからまあ今回はまあ後でと小言は言おうと思うけどもって言ってパッとあのゴミ収集の方を見てあ,のあれって一回クーってバキバキってやってもう一回バキバキって,そのなんて押し込むように二回やるなるっていう話なんですよね。のやつを見るとその人形の方パッて見たらえ上を向いて口を開けて。 手で這いずり上がろうとする形でそのまま飲み込まれていったと何それ <laughs> <laughs> え,えでも、うんうん、っていう話を聞かせてもらいました形的その押しつぶされている形で、まあ、圧かけられるわけじゃないですか。 だからその飛び出した何かが必然的にその圧かかってるのでそう見えたっていう言い方ではなんかない気がするんですけど、はい、もう1回目に多分紙袋の中身を見て確認はしてると思うんで紙袋をぐちゃぐちゃって潰れたらやっぱりその形で止まるじゃないですか。な、うん、なおかかかつ、まあ、人形,そ人形なのか瀬戸の何かが、えー、やっぱり 僕、気になって聞いたんですけど、それ、偶然じゃないって聞いたら、いやー、先輩曰く、その先輩ではないけど、相方曰わく、1回見た時には直立で、2回目見た時には、その上を見て、どんな形って言ったら、本当に上を見て、こうなんて言いまですかね、ヘりに捕まろうみたいな形にも、口を開けて、その相方の方をじっと見て、それで飲み込まれていった、うん。 っていうような言い方をしましたと。う<ああ> <laughs> <laughs> そういう話でした。でもそう爪があってガーってこう一回<え>なんつですかね、まあ一回鳴らすじゃないけど。はい。でもう一個のでっかいのでガーって奥に入れ入れていきますよ確か。あ,あ、そうなんですね。どどうなんだ。なんか、はい、それなんだってような、に、なん多分に、うん、い一気にドーンじゃなくて。 1>, こう1回目がその「バキバキバキ」っていうあの、うん、半分ぐらい飲み込まれた感じですか。うん、でその 2>, <で>2回目, 2> 2回目ちゃんとその奥までグッて押し込むっていうかその時に這いずり出そうっていうような感じで上向いて口上げて<で>手をガーッてこう。なんかガッと手を伸ばす形で。<laughs> あの先輩がこう <laughs> いやそれ上上を見たっていうかどど正面見てたってことなんですかねそうなるといやあの先輩の方を見てたって言いました先輩じゃないごめんなさい相方です相方の方を見てたということは真上じゃなくてその人形と人形から言えば上首はがって上に向いてるんでしょうけどはい目線で言えば平面よりちょっと上だから斜め斜めで <laughs> でだからだ貞子的なことそううじゃないですすかね <laughs> 多分そうですよ、ね、そう <laughs> その構造上飲み込まれるで下半身、えー、<え>が飲み込まれましたあと上半身ですっていうので一番最初は直立風道でピッてその男の子のまあ人形だったであろうものが、はい、もうそこで次,次の2つ目の爪かなんかで飲み込まれますよの時にパッて見た時にはこっち見て。 目見開いて口開けて手伸ばして這いずり出そうはいずって出ようとしてるみたいなようなもので見えて飲みぐっと飲み込まれた飲み込まれてる <laughs> 違うなんでそれめっちゃ怖いのになんでそれ持ってきた人顔ボッコボコなんわかんないです <laughs> 怖いこ <laughs> いそれも怖いよはいまあなん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 だろうね 僕も,僕も何なんだろうねっていう話で、なんかゴミ収集で、なんか,なんか例えば死体とか、そういうの開いたことあるのってあの、都内だからそういう事件もたまにあるっしょ、いやいやいやい,やい,やいやこういう話はあるけどっ言ったいときに聞かせてもらいました。はあ、いや、まあでも、まあ、人ではないけど、きっと、絶対な、なんな,んなんなのかが、それこそ、何なのかがわからないけれども。<laughs> 動いたのそれともなんかもともとそういう形だったの <laughs> それとも偶然なのみたいな <laughs> え。一発目その見えてるんですよねそうですね<え>一発目っていうのはあのうんと相方さんで言えば紙袋なんでやっぱり頭の部分が見えるんでまあその「いやこんなあったら文句言ってやろう」ってパって目線を反らしてパッて戻ると。 損態性みたいな。こ怖。そんな話でした。でも、そういう。そういうことがいっぱいあるわけではないでしょうけど。そうですね。負けありのゴミを捨てに来る人っていうのは多いんでしょうね。うん、まあ、なんか、うん、そうですね。多いのかな。まあ。ただ。 やっぱりそれが一番強烈に頭に残ってたんじゃないでしょうかねあ,<ー>あのボコボコの持っていた人も含めてだからまあそういうので<え>本来だったらゴミ捨て場に置いてたらはい注意される可能性があるものはいだけどその日に置いてもどうしようもならないものはい <laughs> あと捨てるのにもお金がかかったりとか。 いろんなこうう、ね、ご,ごみを取り巻く環境って結構なかなかね、うん、まあ土地にもよりますち地域にもよりますけど結構難しい状況のものってあったりしますけど、はい、そのカテゴリーから外れた何か、はい、そうですね何、うん、なん何何っていう。<laughs> でしょうねだからまあ、うん、僕もそうだし一瞬刺身さんも想像したかもしれないしこの話を聞いて、はい、で今聞いてる方々も。はい それって何度戻ってきたんでしょう、はい、というような<あー> <laughs> 階段あの、うん、捨てたのに戻ってくる人形的な何かですねめっちゃあるんでねこの手の話は <laughs> ああまあそうですね結構聞くんで、うん、あと、まあ、あと本当にこう、うん、捨てるに捨てられないっていうところでその女性の方、はい はい、がそういう状況になってたっていうのも何か理由があったりするのかなとかまあ僕は聞いて思ったのがおばんちゃん人形にボコられるんじゃないのっていう顔ぶん殴られたりしてそういうふうになってるない,いやそれはちょっともっとっとも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 っとれっともっともっともってもっと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 もっっともっともともと 向こうの方ではそのゴミ収集車にたどり着くまでにはどえらい大立ち回りがあり。もうあり。<laughs> 体をぐるぐるに縛って<ー>紙袋にポンってぶん投げた時にもしかしたらそれが綺麗ちなみにゴミ収集だから朝方ですかこれ朝方ですね。ですよね。ということは、はい、よ明るいうちは何もないけど夜, <laughs> 夜 <laughs> 動く <laughs> 夜動く。 はい、夜だけもう大変なことになっちゃうでもどうしようもないこの人形さんをもう,もうやばいになっったらぶん投げるっていう、うんうん、もう今日こそはっつって <laughs> でゴミ出したってどうしようもないからもう今日はっていうのでもうドバシャン投げて。ドバーンっていう <laughs> <laughs> まあただ戻ってきてないのだけは祈りたいですねそうなった場合バラバラだって戻ってきますからね <laughs> 逆にそれはそれで怖いですね <laughs> こわ。はリアルトイ・ストーリーがあるのかな <laughs> いやーよくない方のトイ・ストーリーですけどねきっとだってトイ・ストーリーってあれ色合い変えたらほぼホラーですもんね <laughs> うんすすごいわかります <laughs> 僕昔 うんなんかちらっと見ていや怖いなこれっていつも思いましたもんね <laughs> ねえトイス,ストーリー普通にちょっとこ <laughs> あのよ<え>あのツーかスリーかなえあのよ幼稚園かなんかにあの<え>ひ女の子が引っ越すからって言ってあのステッキ持ったのと、はい、あ,あれスリーかな<ん>あの<え>幼稚園にバーンってほあの人形たちがその掘り込まれるんですよねあのワンで遊んでた男の子が大学生かなんかるって言って、うん、もう全部、はい えー、寄付するみたいな感じで行くんですけどあの幼稚園の夜、はい、もうほぼホラーですからね <laughs> <laughs> そうですよね考えてみたら大体人形が動くってぐらいでもう怖いです,から、ね、怖いですけどね <laughs> でもなんかの、はい、夜中なんかそういうか電化製品の,あの,あの家電量販店みたいなようなところがあったりあの トイザらとかもそうですけど、うん、ああいうところに置いてある何かみたいなようなものがよなよな会話してるみたいな、はい、そういうこう、うん、ねあのー、怖い中がまあ子供騙し的なようなお話いっぱいありましたけど、うん、<あ>普通に怖いです、ね。こ普通に怖い <laughs> <laughs> 子供騙しじゃなかったんだ普通に怖いんだっていうのは普通に怖いですよね<ー>、うん、思いますよねはい、さあいやこれ <laughs> その状況を見たっていう人相当やばいよなめっちゃ怖いよやっぱりうるさいその同僚というか、うん、相棒の人も黙っちゃうぐらいの光景だったんじゃないでしょうかねえはいいやありがとうございますありがとうございますトラック乗ってた時期ですごい不思議な話っていうかまあ、うん、怖くはないと思うんですうんうん すごい不思議な話なんですけど<う>某を、あのー、ちょっとまあ大型冷蔵庫って呼ばれるまあ倉庫と呼ばれる場所ですよね要するに運送会社なんかにある、はい、<laughs> で食品工場とかの方に行った帰りにその倉庫によって帰る感じなんですけど、うんはい、某をちょっとあのー、生活共同あの<ん>ちょっと倉庫に。 某生活共同団体ですね。<う>組合の生活共同組合の倉庫にいて、うんうん、そこが、えー、と無人なんですね。うん、いわゆる無人の倉庫で、<う>えーと夜の10時、11時ぐらいなんですよ。そこ行くのがいつも。で、えーと、もちろん無人なんで、サインして自分で、うん、そこに商品を下ろして、 帰るっていうのなんですけどその時間帯ってセキュリティ結構バッチリしてて、うん、あの間違った扉開けるとセキュリティになっちゃうんで、うん、でえっ、ー、と警備の人が来るので、うん、まあ出入り口が1つしかなくて、うん、でそこを開けて、えー、とその奥にある紙にサインして、まあ、商品を入れて、うん、で 閉じまりしちゃんとして帰るみたいな感じなんですけど、うんうん、えっと商品を運んできてその日商品を運んできてえっ、ー、となんていうんですかね鉄の扉みたいなのがあるんですね、うん、でそこに南京錠がかかっててそれをあらかじめ預かってた鍵で開けるっていうのをして、うん、で自分で開けてでえっ、ー、と 上から何かこう紐が垂れ下がっているので、うん、それを引っ張ると開くんです、うん、自動で、うん、で結構古い施設なので、うん、ガラ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 っていって結構うるさい音で開いていくんですねはい、はい、であえてそこに入っていってまあただちょっと冷蔵庫なのでまあ室温が7度とか結構低めの設定なので、うん まあ、ずっといいたら寒いんですよかなり、はいうん、なんでいつもは防寒着を着て履いていくんですけどその日は、うん、まあ夏場だったんで暑いのもあって、うん、半袖で履いていったんですねそのまま、うんうん、で商品を並べ終わってさあ行こうかなと思ってでパッて入り口の方を見たんですよ、うん、そしたら いつもは、えー、とちゃんと確認して閉めるんですけど、うん、その日も確認してちゃんと閉めたはずなんです。うん、で音で確認してガラガラガラピシャッっていう音が鳴るので、うん、それで確認して閉めるんですけど、うん、その日ガラガラピシャッて音がしたにもかかわらず開いてるんですよドアが。うん、あれとか思って閉め忘れたかなと思って、うん、ただ、あのー、閉め忘れても途中でガシャンっていう音が鳴るはずなので。うん まあ、仮に閉まんなくてもですね、うん、おかしいなと思って一回閉めてもう一度その検品というか確認をしてパッて入り口の方を見たらまた開いてるんですよほ<う>確認して見たはずなのにほ<う>あれって思って、うん、でちょっと思い出したのがそのえっ、ー、とこう倉庫冷蔵庫です、ね、が、うん、えっとできて 少し経ったぐらいで近くに、あのー、なんていうんですかね、まあ、海辺の近くなんですけど一、うん、台軽自動車が止まってたらしくて、うん、でずっと放置されてるまま止まってたらしいんですよ23日でまあ当然そのなんていうんですかね冷蔵庫なんでトラックいっぱいやってきて昼間、うん、でまあみんなこうなんていうんですかねそこの倉庫から 配達をしてて帰ってくるんですけど、うん、ずっと23日そこに置きっぱななんで最初は放置車とかと思ったらしいんですよんただ45日たってきてさすがに置いてあるしまあ何て言うんですかね忙しい時はちょっと邪魔になるよねっていうので、うん、誰か確認しに行ってこいっていうのでその倉庫の人間が確認しに行ったらしいんですよ。ほう そしたら中でちょっと一人男性の方がお亡くなりになってたみたいで,、えー、なんで結構あのなんていうんですかねちょっと言い方悪いですけど腐敗した感じになってて、うん、そそれな,な,なんでそんなことに いやそれがよく分からなくて警察の方も来た警察の方もまあ孤独死っちゃ孤独死なのかなみたいなまあ多分ろ車上生活で多分具合悪くなられて<ー>その場でお亡くなりになられたのかな<ー>みたいな感じだったらしいんですよ。<ー>でそっから結構不思議なことが起こって<ー>なんて言うんですかねその冷蔵庫内っていうのがもともとその。 カゴ台車っていうのがあるんですけどうちらが運ぶので、うん、まあなんていうんですかねカゴになってるおっきなカゴになってるのにえっ、ー、とまあ車がついてるキャスターが4つついてるやつなんですけど、うんうん、それを運んでいってまあトラックに押し込んでで詰めて、うん、そのお昼の人たちっていうのが出発するんですけど、うんうん、そっからまあまあ 転ばなきゃ何かにつまずいてそのまま顔台車ごと落ちた人がいたらしくて、はあ、その人が複雑骨折して入院して、はあはあ、でえー、っとまあその次の週ぐらいでえー、っと何て言うんですかねサイドをかけ忘れたトラック、うん、まあ本人はかけたって言ってたんですけど、うん、が。 お店に突っ込んでいくっていう事故があったりとか、うん、いろいろそういうのが起きてるところらしくて <laughs> <ー>で、えー、とそのなんていうんですかねその施設の2階は、えー、とお肉とお魚の,その加工する加工場になるんですけど<ー>そこで、えー、と夜清掃の方がいらっしゃるんですけどその方が亡くなってたとか<え>っていうのもあったらしくて。 結構なんかこう何が悪いじゃないですけどなんかこういるような気がするみたいなのは結構ささやかれてるところだったんですよそこが。でえーっとまあその倉庫の管理の人間がえーっと中で管理をしている人間自体が78人ぐらいいるんですけどそのうちのえーっと まあまあ、あ,あ,あえー、っと、一人。あいすごい,すごい,声,い声が、すごい声がラメラメしちゃってる。はい。<laughs> あ、本当ですか。うん、ごめん、今大丈夫です。あ、今大丈夫ですかそ、うんそ。そこのあ、そこの、えー、っと、倉庫の責任者です、ねうん、責任者の人。うん、まあ、そこの人が、まあ、あの、面接をするっていうので、一人。 ある日、うん、そしたらえー、っとまあ夕方5時ぐらいに面接しますという話をして「あじゃあ分かりました」って言ってで別な人にそのままちょっと用事あるんでって,って引き継いだらしいんですね、うん、また別なベテランの人に。うんうん、でその人はそのまあ5時ぐらいにそこの冷蔵庫っていうのが まあ閉まってみんな帰る時間なんですけど、うん、ちょっと過ぎてちょっと残業してで片付けして帰ろうみたいな感じだったらしいんですよ、うん、面接して、うん、でただその片付け全部終わっても来ないとなかなか、うんうん、なかなか来ないなかなか来ないで片付け全部終わったえっと掃除全部したで次の日の準備もした6時ぐらいになって、うん。 えともうそろそろ帰ろうかなと思ってひとしきりこう点検をしてる最中に後ろから「うん、あ遅れてすいません」みたいな声聞こえたらしくて、うん、パって振り返ったんですよ。うん、誰もいないなんですあれ、うんうん、<laughs> と思って、うん、でまあその人もなんていうんですかね明るい性格っちゃ明るい性格なんでまあ誰かいたずらしてんだろうとか思ったらしくて。うんえ いいろろんんなところを探しし回ったらしいんですよい、はあ、隅々まで、はあ、誰もいなかったらしくて <laughs> 結局、うん、ちょっと怖くなってその人も帰ったらしくて、うん、で次の日になってまあその責任者の人ですよね、うん、に「うん、昨日来たんですけど」みたいな、うん、いう話したらいやおかしいってそれはって言われてちょっと伝え忘れたんだけどその人キャンセルになってるからって言われてえー じゃあその遅れてすいませんって言った人誰だったんだみたいな話です、ね、遅れてないよんで,すでそれをあの自分も何て言うんですかねドアがこう勝手に開くじゃないですけど無音で開いてるのにちょっと怖くなってしまって。<laughs> その いろんな今までのそういった話を聞いてるから。そうです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 。その状況の中での、今扉が開いている。あび、開いていると。と <laughs> <laughs> なるほど。これは危ないと。<ー>で、いつもなら、そこが最後の配達先なんで、うん、トラックの中を。まあ、ちょっと軽く清掃して、は、開いたりとかして。うんうん、で、えっ、ー、と、綺麗にして、次の日の準備をして帰るんですけど。うんうん、もう、何もせず。 そのままの状態であのトラックの蓋閉めて、うん、蓋閉めて観音閉めて帰ろうとして、うん、でちゃんと閉めたんですよ、うん、で最後こう南京錠するんですけど南京、うん、錠も閉めたんですよ、うん、でトラック離してパッてサイドミラー見たらまた開いてるんですよ、うんうん、<laughs> でも閉めて帰らないことにはまあ次の日最後 自分が時間帯もサインしてるんで、怒られるわけですそうね責任問題になってくるし、冷蔵庫なんで管理してるんで、結構徹底的にやるから、これどうしようと思って、とりあえず閉めて、で、最後、確認して、証拠ですっていうのに、最後、確認して、証拠ですって。 最後締めましたよっていうのを確認して、あのなんて言うんですかね、携帯で、ま、あとぱさりと取って帰ろう、それが証拠です。締め自分は締めました。そうね、何時何分何秒にっていうのは基本残るから。そうなんです。よそうか。それが一番。締め忘れただろうって言われても、それが 確実な証拠だろうと思って閉めて帰ろうとしたらまあ奥にも一つ扉があるんですけどそこの部屋っていうのがそこの部屋がガーって開き出して開き出した開き出したんです中に誰もいないはずになるガーって開き出してあら、ヤバいヤバいヤバいって思って何がヤバいかっていうと そのなんていうんですかねいつも自分が出入りしてる方は警報を切ってるんですけど、うん、その奥のところっていうのは警報を切っていないので、うん、警報鳴り出すすんですよそうださっき冒頭言ってた扉そうなんですそうなんです奥にもあるんですよ、うん、実はその収、うん、める部屋っていうのうん、うん、倉庫の奥に一個あって、うん、そこの 扉が開き出したらまあまずいんですけど、うん、あの警報が鳴っちゃってセキュリティーの人来ちゃうまああの開きまして、うん、<laughs> 電気をあ,あのなんて言うんですかねさらに奥にあるところにスイッチがあるんですけどそのスイッチバーッて突き出して<ぁ>照明が一気にともされて。 そののの奥部屋要は照明のスイッチ押さないと奥に行って照明つかないんですけど開いていくのと同時にその照明バーッと突き出したんですよ。なんで自分触れてもないんですけど勝手につくことってありえないんですよ。押さなきゃその照明がつくことがないので。照明ーと突き出して 消しに行かかななないといけないいとけじゃないですか、うん、怖いなって思いながらも、うん、消して閉めて、うん、でとりあえずもう一回そのなんて言うんですかねその最初に開けたところの南京錠ついた扉をまあロックしてちゃんと、うん、ただあの開いてしまったことは事実なんで。うんうん <laughs> セキュリティの人を待って、うん、たくさん怒られました理不尽 <laughs> <laughs> そうなんですよそれも含めて怖いすいませんすみませんこんな話であのすっごい理不尽なんですけどオちが怒られた話ですいや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 怒ってることをめちゃくちゃ <laughs> 怖怖怖いいいんんんんだけどそうなででですすすよ怖いんですよよ逃げ出したいんですけど責任の方が勝ってしまって、うん、結果セキュリティの人が来てすっごい安心したんですけど、うん、あのたっぷり怒られてでもそれこそそれ動画に撮ってかってかたねそうなんですよね <laughs> そうなんですよね1一回ね <laughs> 1> この写真で「よし閉めた」っていうのを証拠取ったっていうので。 もう、はい、でもまあそれをでねあのまたその奥の方が開き出したらうもうそれはもうあなそうなんですよ <laughs> そうなんですよやめてくれとよしよし動画撮るぞとはならないですよね <laughs> ならないんですよ本当もう頭の中パニックですよ本当にだって俺もちょっと冷蔵庫にいた時期ありますけどはいあんなもんね絶対に外と中って あのー、セキュリティなんてめちゃくちゃばっちりやってるしバッチリなんですよあと人が中に残ってたら死んじゃうからか普通にそうなんですよ、うん、で部屋ごとで結構急速冷凍庫もあったりとかしてそっちはもうマイナス20度とか30度の世界ですから、うんうん、結構普通に事故でね、まあ、そのこう紐引っ張ったら開くタイプとかこうボンってでっかい、はい えー、ボタンを押したら開くとか,か中からも外からもちゃんと開けるような仕様になってるけど、はい、本来だったらこれ物理のもんだからどっかで遠隔でなんか開けるみたいなようなのって基本的にはないですからね。ないんですよね、うん。もしかしたらあるかもしれないけどそんな人もいない時間帯の話なわけでしょそそうですそうでですす電気なんてねまあ管理 <laughs> する管理人質的なところはあるんですけど、うん、ただそこに関しては必ずなんていうんですかね外から見える位置にあるんではい、はい、誰かいれば気がつくので。しかもその後怒られてるということは、はい、怒った出来事っってていううのはイレギュラーってことでですすよねそただ説明しても多分納得してもらえないと思うので「で <laughs> すいません」って忘れ物取りに行くために。うん、あの 開けましたとああそれはもうなるほどねそれはもう自分が怒られればいいかっていうのとこれ説明したってなっていうそうなんですよそうね何言ってんだこいつって思われてもそうかだってそれドライバーの時の話でしょドライバーの時の時話ですということは自分の仕事なくなる可能性もありますもんねそうなんですよ変なこと言うとそうなんですようん まあ、会社自体はかなり緩かったんですけどただ、うん、あのなんていうんですかねお客さんがお客さんですごい硬いっていうか、うん、すごいきちっとしたところなのでそうですよねそんなドライバーよこすなって話になっちゃったらそうなんですよね注意で「ちょっとやっちゃいました」って言った方がまだ被害は少ないそうなんですよで,<か>で結構あのなんて言うんですかね 貸し切りの荷物なので、うん、そこの荷物自体が貸し切りって言ってその定期便で回っていくその1週間に1回とかで回っていくところなんですけどまあ担当の割り振りが自分より前の人がいたんですけど、はい、前の人が結構いろいろんて言うんですかねやらかしちゃった感じの人で<ー>クビになった人なんであ<ー>まあ会社ごと悪く見られる。 っていうのもあるわけじゃないですかまあそうですよねなんでまたあそこの会社かって思われるのもあれなんでうんそう、ね、正直にそこ話していやちょっと鍵がなかったって。<laughs> ということはでもうでじ,ゃじゃあですけどはい、はいまあ、もちろんその時は職場がねまあ怒られてしまったけれど。はい 他の人たちだってそこにその時間帯に誰か来るっていう人たちだっているわけでしょきっと。いますね。えっと、場所自体がそもそも水産関係の置き場なんです。はいはい。あの、市場から上がった魚とか、あと県外から持ってきた魚を納める場所なので、ほんとは。まあ、魚屋さんも来ますし、えっと、あとは。 あのー、なんていうんですかねその自分が使ってるもの自体が冷蔵の,そのお野菜なんですよ冷蔵のお野菜もそこに入れるんですけど<あ>そこだけ言うんですきりが成果です成果ですなんですけど、うん、それ以外にも豆腐だったりとかっていうのを持ってきたりとかする業者さんもいるので、まあ、その時間帯じゃないにもか これ市場まあその時間帯に必ず着くとも言えないので。<laughs> 市場、うち、ね、八王あ、八王子ったしょうがない<え>市場ですよね。市場的な感じなんかな。市場、えっ、ー、と、どちらかというと物流センターです、ね。ああ。あ、じゃ業者しか来ないとかね。物流センターで、そうです、そうです。<ー>業者というか その同業しか来ない、はあはあ、トラックドライバーしか来ないところなので、はい、そこで降ろしてそこから流れていくっていうことなわけですよねそ,のそ,のそうです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 でもそこを拠点にして<さ>えといろんなお店に、うん、でででででなおのことだからもうドライバーが来て業,業者も来るかもしれないけどそういったような人間たちも来るかもしれないけど自分以外の時にもそ,その場所に来る人間はいくらでもいるわけですよね そうなんですよということはこの今のその発砲事件じゃないけど <laughs> のバーって発砲されてるこのサイレンかなんかどうか分かんないそのセキュリティが鳴っちゃったみたいなようなものとか明かりがバーンってついちゃったみたいなようなことがじゃあ職長だけの時に起こったのかっていうと。<laughs> いやそうとも多分限らないんじゃないかなとも思うんですよね。そうでねででで,でですよ。で、はい、しこたま怒られたわけでしょはい。 しこま怒んなよって話だしそれでもしかしたらその時に、はいはい、あれこんなことが起こってるでも俺今日もう、ま、なその時に何度来てるか分かんないですけど、はい、もしかしたら職長怒られない世界線あったかもしれないよ。あー 素直にに<ー>僕本当にこれ見てください一回手前の方の扉はちゃんと閉めめっちゃ開いたんですよだから俺これ写真撮ってるんですよっ <laughs> つって、はい、でななんで写真撮ってるかってそういうことなんですよってはい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 でいやあの僕本当に <laughs> ね<え>、はい、そんな別に嘘とかそとか、ね、ついたって仕方がないし。 あのこういうことだったんですよ、こうついてって言ったら、ああってなったかもしれない。なったかもしれないんですけどね、うん、ただ、この危ない橋を渡るわけにはいかないっていうのはわかりますけど、そう, <laughs> そうなんですよ。ただ、それされると、ちょっと今後、また持ってくるので、ね、自分も、そ,うね、それは聞きたくないっていうのもあったんで、そうだねそれはちょっと伏せとこうかなっていうのもあったりとかして。ただ あのー、そのセキュリティの人も定期巡回で回ってくる時は回ってくるので、うん、同じ時間帯にかぶることもあるんですけど、うん、その後にやっぱりこうちょっと引っかかることは言われました、ね、なんここなんかちょっと「君悪いよね」みたいないやおい <laughs> <laughs> 知ってたのかっていう話なんですけど <laughs> いやだったらこれ本当にじゃあもねちょっとその人が気ぃ利かしてね これ「はい、君本当に忘れ物取り行っちゃってなったの?」って「今まで何回も来てるよね」とかそういう感じでちょっと一回言ってくれりゃねえってそうなんですけどね <laughs> <laughs> ただあの発砲が鳴って来る時が一人じゃないので多分ペアで来ると思うので、うんはあはあ,、はあ、あでその回もペアできたのでただそのペアできてやっぱり、うん。 こうそういう話もまあ中にはこうしてしまうとやっぱりあれじゃないですまあ理由を知らない人っていうのはそう、ね、もしかしたらねどっちもはいあ<ー>そうなんですよその時のパートナーさんがあ<れ>あの理由を知らなかった方かもしれなかったのでいやそうねだからまあ職長が <laughs> まあなんか素直すぎるとかっていうか、はい、まあ優しすぎるというかなんか そういういところで気遣いすぎた部分気,気遣いっていうところがあって <laughs> まあそれはねもう人間だからしゃあない部分というかそこは会社もあるし、ね、仕事だしっていうのでねしょうがないけどもしかしたらもうその帰ったペアのあとそれからも何度か顔を合わせたかもしれないですけど、はい、めちゃめちゃいろいろその相互で万バ博バ起こってる可能性大ですからね。 出来事とかそうなんですよ。うん、となったらいや今回でその時職場の時あ今回普通にこいつやらかしたんだって <laughs> いう感じになって <laughs> でも今日今日珍しいなと今日は本当に人為的なやつだったんだって <laughs> 毎回訳分からんなくなったりとか。やっぱり何ですかねこう 怒らせちゃいけないっていうのもあったりとかしたんですけどやっぱりなんかこう、うん、そのなんて言うんですかねそのやっぱりお客さまあそこはねしゃないよ一つだけも。自分のところ自分の会社のところだったら、うん、やっぱりこう。 なんかいますよこことも言えるんですけど<う>お客さんのところで「何かいますよ、ね、ここ」っていうのもちょっとおかしな話かなとも思ったりとかして、まあ、そうそうだね、まあ、いそうねそう向こう向こうが気遣ってほしいところではあったね、はい、<laughs> そうなんですよねまあもし本当にいろんなことが起こってるのであればそうなんですねあねえ、うんとねそうなんですよね いやいや、ありがとうございます。ちょっとゲせない話なんですけどいやいやありがとうございます。いやいいまたま、またね、<laughs> なんかあったらよろしくお願いいたします。<laughs> はい、ちょっとええ、こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。